どうも、月刊チューズデー編集長のヤスです。ジョボー。はい、月中ファーム園芸バージョン始めていきたいと思います。はい、今回は埼玉園芸店巡りということで、僕らの原点にして頂点の島村園芸さんにやってきました。ありがとうございます。なんだかんだ1回くらいしかちゃんと撮ってないからね。ウラキリスの時に、まだあの時はね、通い始めてまだ間もない頃だったんですけど、まあ、本当僕ら毎週のように島村園芸さんに来てるですね。今回は島村園芸完全攻略ガイド2024ということで全力でお届けしていきたいと思います。はい、今回スペシャルゲストということで島村園芸名物従業員の西を呼んでます。お願いします。おはようございます西です。いやもう西やんで、あれで島村園芸のなんてインスタのライブ配信突然始まり、突然終わる島村園芸のインスタライブの人です。島村です西です。ごめんね声とすごいの、元気度がすごいのごめんね、顔と声にギャップがあって。ありがとうございます。申し訳ねえ。今日休みなのに来てもらいました。お願いします。改めてありがたい。はい、お願いします。お願いします。もう今日は端から端まで島村園芸を見ていきたいと思いますので。はい、いや、いきなりはーいって。いや、暑いのよ。そうっすよね、暑いの。みんな夏はね、タオルとかしっかり持ってきて。そうっすね、やっぱハウス内は暑いんで。暑いんです、うん、早速見ていきましょう。お願いします。それでは行きましょう。月中、まあ、やっぱ島村園芸って言ったらアガベだよね。いや、もう欠かせないでしょ。欠かせないよね。欠かせないんだね。ラインナップすごいっすよね。すごい、あの、また増えましたよ。すごいっすよね。すごい増えたと思います。2年前はこんなんじゃなかったんですけどね。そうだね、あそこ一部だったのに、うん、そうね、今やね、今やもう名誉を叶えて。そうっすよね、はい、これまた発酵してるのを植えるのが、ね、楽しいこう土からスポッて出て、あ、出てるって言うと植えたくなる。あそうそう、それもやってるんすね。やってるの。でもやっぱ島村家安いよね。安いよね。ラインナップ多いし、ほぼほぼ買ってるもん安いからね、つい買っちゃうよね。だいぶさ、ほんと下がったと思う。うん、だいぶ下がりましたね、うん、だからほんとアガベ始めるならマジ今ですよ。今です、今ですよ。白芸とか超かっこいいよね。島村芸みたいな、植えたやつにはちゃんとタグをつけるようになったんですよ。これ、島村芸オリジナルタグ。オリジナルタグとか、作るようにしたんですか。そう、そう言われるとなんか欲しくなるよね。やっぱちょっとタグ欲しいってあるじゃん、植物やってると。ほらそれ島村園芸。ほらこれ島村園芸。そう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 、激推し。オリジナルじゃん。オリジナルじゃん。買った方がいい。いや、大丈夫です。なんで大丈夫です。あれがなんかいいな。なんかもう一個あったよね、島村園芸多肉の。あ、あるよ。あれかっこいいな。あれいい。あれいいっすね。ねだるな。そうじゃないよ。あれかっこいい。これなら。本当に、うん、よっと。島村。よっと。どれに誘ったの。ほとんど島村園芸のバッグ。確かに。やっぱね、最初の頃は俺、ブラック&ブルーとか、レッドキャットとかしかなかったっすもんね、最初。なかったね。もう奇岩天使見ないもんね。奇岩天使見ないね。奇岩天使全然見ない。ないね。ない。もうなくなったんじゃん。本当すごいよ、島村園芸。だって当初はだって何がいいんだろうと思って売ってる側としても、これの何が良くてっていう感じだった、私自身。けど実際自分で育ててみて形が変わってくるの見て、うん、やべえと思って今や5個ぐらい育てておりますやっぱ店員さんもそっちになってくるんですね。なってく、見てると。なってくここに来れば見れるのに。そう、ここに来れば手元に家にまでこう、そうそう、世話をするのに。確かに家でもちょっと世話してる。やっぱ所有欲が似てるかもしれないね。あ、まあ、所有したいって。所有したいって大事だからね。そう、めでてたい。だからやっぱ最初の頃さ、こういうのだったよね、買ってたの俺らも。そうだね。俺今でも覚えてるよ、最初のまだ島村園芸に来たての頃さ、社長がさ、こうこのバットを持ってきてさ、はいはい、目ギラギラしてて、園芸店の人すごいなと思って、ね、日焼けしててね。日焼けしてて僕最初修行してたんですよ。週1から週2ぐらい通ってちょっとずつ覚えてもらおうみたいなね。あんた言ってたよ。修行してたんだよね。懐かしいよね。俺通うわ足しげく毎週のように通って
ちょっと向こうのアガベも昨日の夕方涼しい時間には見てあげたからちょっとぷっくりしてると思います。これやっぱ当初からあるもんね。そうだね、デカレットキャット、デカレットキャット。あとはあれじゃない、いやこのハデスに憧れたんだよな俺が。そうだよね。いや今見てもベラボニがかっこいいよ。今見てもかっこいいよね。ベラボニがかっこいい。ここら辺は結構いろんなのもあるの。この辺とかイタリアメリクロンとかハテナついてる、ハテナついてるねこれもライトの位置を低くしてちゃんと顔がわかるようにしようと。確かにこれちょうどあれっすよね、ヘリオスが。これヘリオスももう売ってるんですもんね。売ってます。これ新しいプロの方も。俺島村サンデライド買ったもんね。まあ、そうだね、ヘリオスのこれ、これだね。そうそうそう。いやかっこいいよなやっぱ。いや出来上がってる子出来上がりすぎてるからな欲しいけどね、本当に即ドン切りしちゃいそう即ドン切りしちゃうね、これね。月中あとはグラキリスでしょう。グラキリス迫力あるもんね。いやもう圧巻だよなこれ、うん、いやすごいよマジで、やばいよね。畑だすごいよ。でもすごい発射されてるね、うん、ここら辺は発根済みで。そうこれ、ね、この辺がフェアルートでこの間まで売ってたよ。ネットが出たので鉢上げして、発着待ち。フェアルートがない。フェアルートここにね少しだけあとね4つ発根してくれたらいいなって子がいるけど、これもね毎日見てね寝てるかなってやってんの楽しい。俺もここで発根管理しようかな。使ったら間違いない、間違いないと思うよ。ニッシーに任せて出るかな、買ったやつここに委託業務が始まる。こんなにグラキリス置いてるところないでしょ。すごいよ、何個あるんだろうね。100、200ぐらいある。200はあるね。すごいよなマジでこういうちっちゃくて可愛くない、すげえ。こういうのいいよね。ヤスさんはどんな形が好きだ。最近はね、でかいのが好きだから、僕本当はこういうのが欲しい。ああ、なるほど。でっかいやつね。そう。こうちょっとこう、ドローンタイプというかさ。横広。横広。こういうのとか。うん、でも最初の頃はやっぱこういうのだったよね。ね、俺もまん丸の。グラキリスって何個あってもいいからね。何個あってもいいからこれ。他にもここら辺多分未生系なのかな、ハイブリッドだからね。結構いろんなのあるんだよ。なんだこれ、俺分かんないわ。なんか大英、大英ハイブリッド。魔界遠征とかあるよ。え、魔界、魔界遠征いいよなぁ。あんまり見ないんだやっぱり、うん、魔界遠征って。俺なんか動画でしか見たことないから架空の植物だと思って架空だと思った。架空の植物。こういうちょっと大きめの実生もあるからね。アデニウムは女性にもいいね。アデニウムすごいね、ここのアデニウム。ジョコさん持ってジョコさん持って。これどんぐらいの重さあるんですか。めちゃくちゃ重いでしょ。これあれですよね、ニッシーが植えたんですよね。ニッシーそして持ち上げてみんなでが。これ縁持って縁持って大丈夫。あ、えぐい、やばい、やばい、これえぐいわ。ありがとう。何キロある？何キロある？20、いや、26。そんなじゃん。多分このぐらい鉢底の石なのよ。そう、半分鉢底の石で、あとはその、はい、ふるった土をめっちゃ入れてるんで。これもだからベアルートで来たのが持ってて。へぇー、タコ足なのいいよね。タコ足なのいい。こことか、シシバのこうちょっと葉がね、丸々タイプ。あ、ちょうどいいの。あのね、荷物が届いたって。荷物が届いた。下ろしたらいいんじゃない。じゃあ私の代わりに下ろ
そう、手伝おうかな、手伝おうかな、こんな格好してるからね、そうそう、私の代わりにやってきてる、私プライベート、イエイエイ、やりましょう、やりましょう、月中なかなかできない体験だからね、おはようございます、おはようございます、社長さん荷下ろして伝えます、運べそうなものがあればこんな風に大量に入る、そうですよ、またアデニウムが超可愛いでしょ、すごい、すごいね、何曜日が入荷とかある、火曜日と金曜日、じゃあ火曜日と金曜日に来ると、うん、新しいのがいっぱい見れるんですか、値段のが出てる時間帯が違うので、夏場は昼間に出るけど、忙しい時期になってると、花の時期になってくると夕方じゃないと値段が出なくなっちゃうので、そう、だから来てもいくらですかっていう感じで聞いてもらう形になっちゃう。あ、でも買えるのは買える。買えるのは買えます。ありがとうございます。お願いします。はい。うわ、なんかやらかしそう。ね、それだけ、それだけ気をつけないと。やらかさない、やらかさない。はい。いらっしゃい、はい、あ、でも意外と軽い、軽いのは軽いよ、うん、軽いのは軽い、さっき持ったからじゃん、アップされてるかもしれない、軽いわ、すごい、気持ちいいです、寄せてあげよう、この辺に置いてください、ここで、大丈夫ですか、すぐ並べて、ありがとうございます、よっしゃ、夏だからちょっと少ない、あ、そうなんだ、すごいよ、よく見るよね、この光景ね、どこどこどこ、次どこ、ここ、楽しい、もっと遅いよ、もっと遅い、走んないといけない、怒られちゃったよ春先はめっちゃみんなもうわーってなってるから、そうそうそう、アガベ来た、すごい、アガベ来た、アガベ来た、じゃあアガベコーナーへ、次、社長、急ぐ、急いで、急いで、怒られるよ、全部白毛すごい、全部白毛だ、いいな、いや目の模様だわ、でもこんな見惚れてたら怒られちゃうから、どんどん行かないと、どんどん行かないと、走らないと怒られちゃうから、すげえ従業員多いな今日、嬉しいな、行ってきます、流れ作業なの、あ、流れ作業なの、なるほどね、バケツリレーみたいなそれで行くイージーすごいよ、俺にはできないこれ、あれはもう流れ作業、あれはできないわ、落としたら大惨事、あれはもう魔女の宅急便しかない、すごいこれ、何、なんかかっこいい、いろんなのバラエティセットだこれ、タオル必要だ、タオル、終わり。ありがとうございます。やっぱ働いたから。嬉しい。お給料いただいちゃった。いや、楽しかったっす。すごい。なかなか体験できないよ、ね。なかなか体験できない。職業体験みたいで楽しい。いや、よく見る光景だったからね。こんなに急いで運ぶのは知らなかった。だって暑いんだもん。確かに。チンってなってたらダメですよ、ね。そうなの。疲れちゃった。終わらないから。すごいよ。さっきのアガベが一気に運ばれて、もう一気にアガベだらけになっちゃったよ。あ、不要の写真を撮ってます。あ、これがじゃあインスタに上がるんですね。ね。いつも見てるやつだ。今運ばれてきたこのバラエティセット、うん、すごいよ。これパラサナじゃない？本当だ。これなんか未生のオテロイみたいな。もう未生オテロっぽいこれ。エボリスピナすぐなくなる、超これね、エボリポリタパササの雪とか、これパラサナだよね、あ、パラサナだ、これオテロイ未生じゃない、これブルーの未生、すごい、何このバラエティセット、
これで欲しいよね。そのままね。そのままこのケースで。火曜日暑いね。火曜日暑いね。月中。ここもまたすごいよこの、パキプスの森。やばいよね。こんだけあるとでも選べていいね。好みの形が絶対ありそう。樹形も綺麗なのばっかだもんね。今日まあ勝ち上げされてるから発根済みでしょ。ねえ、そうだね。安心して買えるよね。この辺の灌木とか、まあ開墾もこんなにあるとこないんじゃないかな。ここ未生のパキプスなのかな。未生しちゃ超でかくなってるけど、でかい。ちょっとなんか珍しい系も、このアンボンゲンセとかさ、珍しいよ。今すごいな、これフォークイエリア、今人気のフォークエリア、パシクラーター現地球。あ、これはアローディアだって。すごいな、本当に種類がやばい。なんか植物園に来たのと同じテンションだもんね。いやそうだよ、園芸店っていうよりかはもう植物園と同じぐらいのテンションだよ。この辺とかもタタフとかコミフォーラータタフ、セヌアのリギオナリス、コミフォーラーとかコミフォーラーモンストローサー、あれとかあれじゃない、ガラピレ。これがまた葉っぱが可愛いでしょ。葉っぱいい。これアデニア。すごい。真ん中がちょっと白くなってたり、またこれから開く、その下の。あ、これ？そうそうそう。真ん中に白い花。もうちょっともっと開く。アデニアペリエリ。なるほどね。コリダスとかね。じゃあさ、ちゃんとこのなんか許可みたいなのが必要なんだよね。あ、へぇ、証明書が必要。証明書が必要。証明書付きだよ。ほんとだ。もうなんか撮影忘れて見入っちゃうもんね。喋ることを忘れる。いつも通りになっちゃうよね。いつも来てる時にご来店。ご来店になっちゃうよね。そしたらもうなんか永遠にあるもんね。もう本当に飽きない。でかいよ。ギガスやばいね。でかい。最近人気だもんね。うん、それも入れたよ。入れたの。ダメになることなくちゃんと発表しました。すごい。やっぱり腕が、ね、腕が違うですね。やっぱ発根管理は島村園芸に任せた方がいいのか。頼むと思って。頼まれないでっていう思いで植えました。やっぱり。念が大事なんですよ。こっち側もすごいよ。やっぱこの時期一番あるかもね。うん、すごい、すごい多いね。これめっちゃすげえ。線ないいね。線ないいな。これ未生だって。こんななるんだ。ならないよ。自分でやってたらならない。もう葉っぱの調子すぐ崩れちゃうんだよね。ちっちゃいの。難しい。すごい。でも可愛いよね。かわいい。こっちにもパキプスの実生ね。でこうさ、サンスベリアの珍しいのいっぱい置いたんだよ。なんか見たことないもん。サンスベリアも沼だよな。スサノオなんだ。これスサノオって言うんだ。ここに書いてある。読めない。こういうのもらって、サンスベリア、珍しい系だよ。このサイズのミナビでいいよな。で、
葉っぱがなんか可愛い。そう、可愛い、ね。見た目すごいごついのに、枝ぶりは。枝ぶりはちょっとサンゴっぽくてさ。ね、いいよな。憧れるよね、こういう。いつか欲しいなみたいな。永遠とだから島村演劇ってずっと思ってんだよね。次はこの辺狙おうかな、うん、ね。あれだよね、なんかもう島村演芸の隣に住むとかがいいよね。いやもう最高だよ。自分のものではないけど、ほぼ同じような感覚を味わえるっていうね。で、スタッフさんが水やりしてるとこを自分のものかのようにこうやって歩いて見るわけでしょ。いいな、島村演芸の近くに引っ越そうかな。月中蜂のラインナップも増えたんだよね。ねえ、この辺とかこのね、SSN 蜂結構いろんなの売ってんな。お客さんになっちゃって。え、お客さん。ちょっとなんかいつもよりなんか多いからちょっと見ちゃうよ、ね、見ちゃうよね。やっぱ人気だからね、すぐなくなっちゃうから。この辺はこういうサッカバチ系もめちゃめちゃかっこいいよ。すごっ。結構こういう 3D プリンターのやつから陶器鉢もあって、裏にもまだあるから。これ伸び正統だ、台湾のやつだね。伸び正統の鉢かっこいいよな。かっこいいんだよね。超かっこいいよ。俺もその下にあるやついつか買おうと思ってんだよね。これそう、盆栽盆栽用に。盆栽マジでかっこいいと思うんだよ、それ。すごい、確かに超かっこいいと思う。超かっこいいね、これね。それにモミジとか植えただけでめっちゃモミジかっこよくなるよ。かっこいい。この辺も最近よくね。いいよな、これ R3 ラボさんの。これ本当のあれだね、ディスプレイできるよ、ディスプレイ、うん。ここにこうやってさせるのいいよね、これね。あとこの辺のさ、いわゆるプレステラとかがそのまま乗っけられる。結構イベントとかでさ、こういうのって出展されてるの多いけど、やっぱイベントに行けない我々にとってはもう島村園芸に来るしかないから。そうだね。最近出たこのシリーズ、この大きいやつ、ね、それがちっちゃいやつ。あ、これちっちゃいやつなんだ。あ、これなんだ、うん、それの90が置けるタイプ。これひっくり返すと、うん、このプレステラが、うん、4つ置ける仕様になるんですよね。ほー、90バージョンもあるってことか。そう、あります。考えられてる。すごいよね。で、お互いをこう干渉しないので鉢自体が今傾けても全然倒れるからね。超安定感ある、このしっかりすごい。てか、それ色かわいいね。そう、これ最近ね、最近出た、すごいかわいいパステルカラー。あとこんなのもね、これあれプレステラさんと RC ラボさんのコラボのやつですよね。で、さらにこれではめて、おしゃれ度が、すごいな。何でも買えんじゃん、ここ全部売ってんじゃんね。で、プレステラっすよ。最近出たくすみカラーです。くすみカラーいいっすよね。だいたいヤスとの話でさ、うん、あの島村園芸さんのところでこれ出たらしいよって少女が言ったら、昨日買ってきたよ。だいたいもう、ね、だいたいね、だいたいも発売日買うんだもんね。だいたいでもね、一食買い忘れちゃったんだ。ああ、そうなんだ、うん、プライベートで普通に鉢買ってくる。普通にで、しかもすごい量買う。まだ増やす気だな。一人で来るときはさ、もうスッて来てスッていっぱい買ってスッて帰るんだ。私に捕まると絶対家に捕まったの。プレステラもさ、島村園芸さん安いんだよ、マジで。他で買えないよ。プレステラってなんか何個あってもなくなるよね。なくなる、ほんとに。めっちゃ買ってるはずなのに、なんかあっという間いなくなっちゃうんだよね。この辺のね、まあ定番のやつもいっぱいあるから、もうこれだけでも買いに来る価値あるよね。あるあるある。だってこうセラーアートとかね。まあ、ちょっと値段が駄菓子屋みたいな。そうなんだよ。2桁の値札は最近見ないぞ。これよく多肉で使われてるやつとか、一時期俺好きだったこのね、ランバチね、ミニランバチ一時期好きだったよね、俺これ ね。
最近あんま使わなくなっちゃったけど。であとこういうねトレー、底面給水用のトレーとか、こういうねトレーとか、育苗トレーみたいな、なんでもあるよマジで、なんでもある。月中、お次はサボテンとかユーフォルビアのコーナーに、ここら辺いっぱいあるんだよ。ここ掘り出し物探しにはいいよね。ねえ、これ入荷したばっかの金シャチじゃない？開けて。え、開けていいんすか？探すだけですよね。探すだけ。金シャチいいなこれ。いやこれむずいむずい。あ、食い込んでるね。うわこれ超綺麗じゃん。これめちゃめちゃいい。ちょっとこれ近くで見た方がいいよ、これなんかすごいトゲの、これ本物？本物ってぐらい。なんかあのさ、結束バンドみたいな、いや結束バンド、これ結束バンドみたいになってるよ。すごいすごい。めちゃめちゃ綺麗だわ。入荷日に来るとね、こういう本当入りたてのやつが、ね、見れるから、ね、うん、この辺とか、まあ俺ちょっと詳しくないからあれだけど、イトープスとかアロエ、ここら辺サボテン、これとかなんだろうね。もう本当ここら辺ねいっぱいあるんだよ。 UFO だったりサボテンだったり、まあ、ちょっとハオルチアとかもここはねあるかな。これアガベだしね。なんかここら辺はカクタス長田さんって言ってこう、その辺のエリアだ。いろいろバラエティーが、うん、アロエとかがすごいわ。あれ、ヤスさんはサボテンやってないんだよね。ちょっとだけ、ほんとちょっと。こういうのとか、これねじれてくやつだ。ね、ユーフォルビア、ポリゴナ。かわいいこれ。でも、このタイプ長くなるよ。長くなるかな。龍神木の再来だよ。いや、長くなるのは嫌だな。亀甲竜とかね。結構大きいサイズの亀甲竜もあるからね。すごいよ、これ。だいたい来るとさ、なんかこう、見て、見入っちゃって、みっちゃんで探すみたいな掘り出し物をね、うん、見つけたくなっちゃう。ここら辺こういう格好の人多いもんね。多いこのエリア多いこのエリアこうやってやってる人多いもん。あとはしゃがんじゃってるね。そう、しゃがんでしゃがんじゃってこう一個一個見てるとかね。一時期ジョボがサボテン買った時、ジョボずっとここでこうなってたもんね。そうだね。こういうサムネの時あったよね。あった、あったかも。サボテン買いに行くやつで多分こう、こう一番伸びてるやつ。こうやってるやつ。ね、やっちゃうんだよ。やっぱちょっとね、関東に住んでない方はやっぱりなかなか来れないと思うんですけどね。ぜひこの動画見てね、島村園芸さんを味わってもらいたい。ねえ、でも夏ではやっぱ遠方から来る方多いし。どのぐらい遠くから来る？遠くから、あの北海道に帰りますとか。発送してください、沖縄までとか、あーみたいな。あ、発送もやってるんですか？発送もやってますよ。ね、じゃあちっちゃいともう本当厳重にするので、もう見えない。何が？え、じゃあ来て、ここで買って、送ってもらって、でその人はまあ飛行機で普通に帰して。すごっ。親切。ね、手厚いなぁ。その時にこれ送りたいですとか。母の日パキプス、すごい好きなんですよとかってお客様がいらっしゃる。パキプス好きのママすごいすげえな。それこういうここら辺とかこうまさにこうザ・珍奇植物みたいな感じだから、やっぱ俺らはどうすね、ミーハーだからさ。アガベとかバカになっちゃってるけど。月中、エキベリアもすごいんだよ。綺麗だよね、やっぱ。まあ今ちょっと夏だから時期的にはあれなのかな。そうですね、調子も崩してるね。そうだよね。だからアガベとか好きな人はね、エキベリア好きになれば年中時期をこう楽しめるから、ね、でも忙しい、冬ともう忙しいよ。忙しくなっちゃうから。忙しいよ。
この辺とかつむぎさんの綺麗なんだよな、マジでめちゃめちゃ綺麗。すごい、こっち側とかやっぱ駅は綺麗だよな。綺麗、女性受けしそうな、女性受けする、あざとい見た目してるわ。うん、してる。こういうのもいいよね、ちょっとこう、ちょっと 色味すごいね、色味がこう濃いやつ、目を引くわ。ほんといっぱいあるな。やっぱこう、駅とかやっぱこういうあれなのかな。あ、そういうの多いね。こういう、なんつうの、寄せ植えっていうの。うん、寄せ植え。秋やろうね。あ、やりたい。体験してるんですか。やった、一緒に秋やろうね。寄せ植え体験、楽しみ。勝負勝負勝負初見に対して勝負絶対負けたくない。初見に勝負判定は誰がする確かに確かに、これで投票だな。なるほどね。これ一個ずっと気になってるのがさ、少年院がさ、こういうのも売ってるじゃない。これ結構意外と俺楽しみなんだよ。確かにこういう系ね。そうで、以前さ、シルバーバックいたのがさ、シルバーバックのゴリラいなくなったよね。で、俺ぐらいのサイズだったね。そのぐらいのサイズのいたのに。え、どこ行っちゃったんですか。お嫁に。あ、お嫁に行ったんですか。あれ、メスだったんですね。あ、じゃあ、私の弟なんだけど。あ、弟、弟なんだ。向こうに出した。あ、向こうに出したんですね。いや、しかも売り物なんだよね、ちゃんと。そう、売り物なんだよね。ほんとこういうのとか、まあなんか、前なんかさ、そう、走り旅行。あれもね、すごい、いたよね、ハシビロコウね。あれやっぱお庭に飾るっていう方がいる。そう、お庭に、まあ、あと会社のエントランス、もうインテリアとして、最近なんか島村園芸名物はこの島村園芸名物は最近の看板この子だから、パンク看板パンク、なんかメガネかけられたり今してるけど、なんか持たされたりとかなんかしてる。最近の、でもこれはもう売ってるんですよね。でいつかいつかこの子も、これはね、私の子供なんだ。あ、子供なんだ。西の子供なんだけどね。ぜひぜひね、可愛がってくれるところに、ね、育っていっちゃうかもね。育っていっちゃうかもしれない。そういったこう大きいのも年に1回かな、大きい動物が入ってくる。大きい動物が年に1回ぐらい。1回ぐらい。いや、なんか一時期さ、ちょっとなんかさ、エジプト風のやつあった、ここに置いてあった、エジプト風な、あれ、あれ良かったよね。気づいたらない、気づいたらなくなっちゃったよね。でもやっぱりちょいちょいなくなってるから、ファンの人いると思うんだよね。そうだよね。モアイ像とかね、これも売ってんの。売ってるの、売ってるの。これは売ってたの。これも売ってんの。売ってる。すごいな。グラキだと思って、ステゴサウルス。グラキリスの中にステゴサウルスすごいじゃん。もうグラキリスだと思っちゃうよね。色一緒だ。恐竜ね。おもろくないでもここ来てさ、ここ来て、すいません、これ買いたいんですけどって。それ選ぶ、そっちみたいな。そっち絶対途中で目的変わってる。おもろ、もし来た方はね、探してみてほしいよね。いっぱいあるからね。いっぱいあるからね。月中で、ここですよ、最近できたのが威嚇ハウス。あ、冷房効いてる。冷房効いてんのよ。いや、あ、すごい涼しい。いや、ここやばいよね。いや、涼しいですよ。いや、すごいよ、マジで。ちょっと最近ね、最近味覚来てるからね。来てるから。しかもね、今ちょっとずっと暑かったからね、もうしばらくここにいたい。しばらくここにいたい。選んでるふりでここ来るのに。そうね、そう、選んでるふりしてね。興味なくてもね、そうそう、選んでるふりしてこう。でも今年は暑すぎるので、皆さんここで涼んでくださいって声かけましたよ。ああ、やっぱここ休憩、休憩スポットなんだ。でも前行ったさ、それこそグルートさんの株、そう、グルートさんめちゃめちゃ置いてあるから、島村園芸さんには。形ですぐわかる。で、あと、トムさんのやつですかね。はいはいはい、すごい。いやー、すごいな、マジでどんどん増えてくじゃん。板付けしたい人はこれだよね。そうだね、この状態で買った方が板付けしやすいと思うね。これも自分が持ってるこうリドレードワーフとかって、この状態で板付けしてるからね。そ
立てて。で、あとタンク系ね、タンクブロメリア系、うん、ここもなんか超増えたね。増えた。コードとか、オビワンとかさ、人気のやつとか出ました。オビワン。それ何？これはね、読めない。ディライト。これがオビワン。ダースベイダーは今ないかな。ダースベイダーは今ないね。これもダースベイダーっぽいけどね。見た目はね。そう。オビワンの。オビワンなの。師匠だ。オビワンのせいみたいなところあるもんな。ねえかそれは。前一緒にグルートさん行ったゼロボタさんの株もたまに置いてるらしいんですけど。わからないね。今はないかな。うわ、リドレーとかめっちゃあんじゃん。そうなんだよね。で、このリドレー、グルートさんのこと？このタグでも相当実装だよ、うん、板もこれだしね。めちゃめちゃリドレー置いてある。めちゃめちゃあんじゃん。前こんなになかったのにね。なかったのに。だからここだけじゃないんだ。もう一個奥の、あそこ、裏の奥にちょっと高級なやつがいるの。だからあっちも見に行った方がいいと。高級美学、ちょっと高級美学見に行く。見に行こう。秘密の部屋に行ってみて。ハリポッターみたいな。ここが島村園芸の秘密の部屋です。一番奥にある秘密の部屋。散々しいこれやばいよ。最近ね、ジュエルオーキッドとか置き始めてさ。うわ、じゃあちょっとこのね、アグラオネマのピクタムとかさ。こんなとこあんのか。ここも涼しい。ここも涼しい。ここもエアコン入ってるよ。で、ここら辺が、まあ、最近のこうジェイドガールとかさ、そういうのだよ。高級路線だ。高級路線だよ。トムさんのやつがほとんどかな。コルクにつけてる。いやー、すげえよなー。ほんとマジでラインナップ増えすぎ、ここほんとに。でも覚えるのも大変だ。いやほんとにそう、絶対そうだよね。お客さんの方が詳しすぎて今最近申し訳なく思っている。それだけ詳しい人たちも集まるほどのお店ってことですからね。そうか、お客さんに教えてもらってることの方が多いかもしれないです。月中次は寛容。ここら辺すごいよ。最近人気のこの斑入りのモンステラとか窓カズラの斑入りとか、ちょい珍しい最近人気系。寛容マジでいっぱいあるんだよね。ザミオクルカスレイブンとかね。生え方綺麗だね。均等すごい。チップスターみたいな。ちょっとチップスターみたいな。こっから見るとね。チップスター。やっぱこれ黒くなるのって珍しいからね。いいよね。最近俺気になってるのここら辺なんで、この斑入りのバオバブ。バオバブなんだって。バオバブってあの大きくなるやつ。なるやつ。大きくなるバオバブなんだと思う。綺麗なんだよ、斑が。珍しいのばっかだからね。何これ、空手屋？これも空手屋？ここら辺空手屋コーナーだ。うん、これはね、後ろがふわふわしてる。あ、ほんとだ。あ、これ触んないとわかんないわ。ふわふわしてる。なんかすごいよ。ふわふわ、あ、気持ち悪い。うわ、想像と違う。でも何回も触りたくなる。何回も触りたくなる。うわ、不思議これ。これ気持ちいい。でもさ、触ったらストレス与えてんだろうな。あんま触っちゃダメなの。触りすぎはね。この辺の片手屋とかも綺麗だな。あ、すごい綺麗表面。そんな増えてんだ今。今ヤスがさ、名前がそのビューティフルスターだよ。ビューティフルスター。それは綺麗だよ。めち
正直。今なんかホヤも人気よ。これ人気。ホヤ？うん。やっぱハンギング系いいよね。ハンギング系いいよね。ハンギング系ってやっぱね飾りやすいんだよね。ちょっと置けるよ。ああそうそうそう。でも。もう飾ってある。でももうなんかもういっぱい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 。すぐいっぱいになっちゃう。すぐいっぱいになっちゃうから。これもホヤなんだ。そうホヤ。これも封入りなんだ。私ユンデクさんのこれがね、かわいい、かわいい、違う、好きなやつ。サンスベリア、バキュラリカド。あと このこっちのタイプかっこいいじゃない？オーギー。ああ、すごい、でかい。何て言うんだっけこれ？オーギー。インディ。グラシリス。すごいな。サンスベリアうち今置いてないからな。空気きれいになるんですもんね。そう。水いらないし。天然空気清浄機だから。仕事運が良くなるんでしょ。もう運気も良くなるね。運気がね。ちょくちょく来ると俺もね、観葉、うちにある観葉は多分ほとんど島村園芸さんぐらいかな。アルファベもそうだけど。ご用達。本当に。今あれだね、フィリのパキラ。ミルキーウェイ売れちゃった？売れちゃった。先週あったのにね、先週ぐらいに。あ、ここにあったやつないでも、このぐらいサイズであったよね。そうそうそう、ちょうどなんかちょうどいい。いいサイズ。あった。そうそう、もう売れちゃった。先週あったのに。結構何個かあったよね。何個かあったよ。一気に全部。そう、その日にね、買ってったね。すごい。すごいな。一回買って違うとこ移動して、やっぱり欲しくて戻ってきましたっていうお客様。ありがたいよね。おかえりっていうのその時。いやそうするとね、ただいまってみんな言ってくれる。パンができるわけだ。俺もここで買っちゃったから。いや買うよ。綺麗なんだよね樹形が。俺そういえば今思い出したけど、俺ここでミルキーウェイ買った時、多分ニッシーに出してもらって、はい、まだその時はあの僕もしますみたいな。まだお互いまだあれだったから。いつの間にこんなに。こんなになっちゃったけど。当時奥さんと来て3つぐらいこう出してもらって、奥にこう入っちゃってるやつを引っ張り出してくれて並べてくれて、ゆっくり選んでみたいな。めっちゃご利用したような気がする。めっちゃ選んで。修行の成果なんじゃない？ここ修行の成果。修行の成果出てる。でも今思ったらそんなことしなくてもやってくれるっていう。まあ、そう。そうだったんだよね、本当は。やっぱり話しかけやすい雰囲気が出てるのはいいよね。うん、そうだね。島村園芸さんのスタッフ、明るいですからね。この辺の背丈あるやつもすごいね。メインツリーに。この辺入んないな。お。綺麗、このアルテ島。あ、やばい、自分の買い物モードになっちゃう。すごい見てる。あ、ミルキーウェイがある。これ何、これ超でかっ。あー、でかっ。これなんだ。いや、でもでかい。長い、これ長いわ。あ、ほら、中に鳥がいる。あはっ、鳥が、これも売り物。うわ、いや、もうジャングルだよね、もうこの絵が。いやマジす、マジすげえわ。マジすげえ。お、そうだよね、これ。これも斑入りのパキラでさ、これ、ムーンライトっていう、ミルキーウェイとは違う、ちょっと黄色い符っていうか。いや欲しくなっちゃうな。月中。結構さ、資材も豊富だからさ、美学系のさ、コルクめちゃめちゃあるのよ。ちっちゃいコルクとかでかいやつまで、で流木もあるし、この5リットルベラボン売ってるところ見たことないもん俺。5リットルベラボン、50リットルだ、そう、50リットルベラボン売ってるところ見たことないよ。乗車を見据えてるよね。いや、本当に基本これだからね、園芸、まあよくある園芸店とかさ、ホームセンターに売ってるのは。結構こういう、かわいい鉢とかさ、いわゆるこの、
こら辺も人気コーナーじゃないですか。キクバチヤスには人気だね。キクバチ、ネック強し。キクバチ派ですよ。僕はキクバチ派、ネック強し。この間コメントでなんでネック強しは即あの なんかあれだったんですかって言われたんだけど、最近めっちゃ使ってます、ネック強し。あ、使ってるんだ。最近めちゃめちゃ使わせていただいてます。すごい使わせていただいてます。あの時はね、あの四角でフィット感がやった。そうそう、あの時はそう。あの時はね、今もうあのほんと鉢底石とかあんま敷かなくていいから、すごい簡単。けど鉢一回変えちゃうと全部変えたくならない。全部変えたくなります。私もそうなんだけど大量にここ変えたくなる。今日はここのトレイを全部あの鉢にするとかっていう、そう目標を持って買いに来るんですよ。最近黒いプレステラから白いプレステラに変えたくて、うん、忙しいっすね。ねえ、わかる。ちょっとずつ移動するのが。わかる。あとこういうね、完璧なプランターやら、うん、持ちやすいっす。かわいいな。あと用土とかさ、肥料とかも島村稲さんのいいところさ、こう小分けしてくれてんだよね。こっちとかこっちのこれね、ありがたいよ。これありがたい、これありがたいよ。やっぱこう14リットルとか買うのさ大変だから、持って帰るのも。それこそなんですよ、2鉢とかさ、うん、3鉢ぐらいしかない人もいるわけじゃない、うん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 、いらないのよ14リットル。そうなんだよね。それで振ったらもっと大変じゃん。そうそう、振ったらそのさ細かい子までこれだから大体ふるいがけしてくれて入れてくれてるんですもんね。混ぜてるやつは混ぜてるやつは2回ふるいをかけてる。これこれこれすぐ使えると思う。島村園芸のアガベ専用培養土、なんかバージョンアップしてる。ゼオライトとゼオライト入ってる。言っちゃっていいんすか。いや書いて書いてある。あ、書いてる。あ、書いてある書いてある書いてある。なんか前のと変わっ、あ、こっちもあるのか。そう、こっちが、この細粒っていうのがグラキリスとかをちっちゃい鉢に植えるときに砂入りづらいので、これだと、はい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 、だから細粒でグラキリスとかちっちゃい鉢に植えなきゃいけない子たちは細粒を使ってほしくて、アガベだとアガベ専用があって、まあアガベだけじゃなくてもいいんだけど、そう、基本あの田部井さんが作ってくれてるので。すごいな、田部井さん。そう、アガベ担当。アガベ担当です。いやー、この辺、お、なんか特選のシールまで最近貼られるようになったね。そうだ、ごめん、書くのがね、大変なの、50枚とか。そうだね、確かに、確かに時間が大変かかるもんね。一時期これ買ってたもんな、めちゃめちゃ買ってた。うん、初心者にはすごいありがたいよね。ありがたい。あとさ、富士砂このサイズで売ってくれてんだよ。すごい。実なもさ、いらないじゃん、あんなね、うん、化粧石だとさ。いまだにあるよ、このサイズで買っていまだに販売が、こんぐらいしかやってないですよね。化粧砂なんか使わないのよ。そうなんだよね、全然使わないの。これマジで、これマジ、これマジすごいよ。ちょっとぜひ奥に入ってきてほしいよね、このね、うん、ここ本当、ここ本当にこれ普通にこれ買えばいいんだもん、うん。あとは他にもさ、これ最近、これ最近ですよね。鉄の、これグラキとかさ。鉄なの？そう、これマジいいなと狙ってたんですよ、僕。これ、いい。あとこの、なんだっけ、マセタっていうのかな、この鉢底のこのやつ、最近人気だよね、これね。いろんな種類あってさ、ちょっと丸いやつとか、こんなちっちゃいのとかもあるから。ミショナでニュー見えるとかわいい。確かに。かわいい。あとはまあ最近なんといっても島村園芸で爆売れなのはこれじゃないですか。台湾町ね。台湾町。これが島村園芸に売り出された時はもう衝撃だったね。すぐ買いに来たもんね。すぐ買いに来たね。すぐに買いに来た。言ってた。だってその時なんてもうほぼなくなるぐらいだったから、その日朝来てたのに夜にはもうなくなってみた。ツイッターとかでもうあれだったもん。もう売ってなかったみたいなね。なんか この辺を素早くこう売り出してくれる島村園芸の柔軟さよね。あれは本当にね。ね。やっぱ最先端走り続けてる。いや本当に。
このシリーズも最初好きだったんだよな、まだ観葉植物始めた時とか。このスイート、いやいや、うちのモンスターはそんな感じのやつないいや、2年前はハマって、緑色のやつ、ね、今度はこれじゃない、威嚇を植える人用に。ああ、これで、うん、こうよく見ますよね。そう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 、売ってるやつで、これが結構皆さん買ってってくれる、威嚇やってる、威嚇とかな、うん、そうなんだ、水はけはすごくいいらしい、確かに、うん、美格も潰せたらいいね、うん、あ、板付けしないパターンもあるからね、ハンギング系ちょっともうちょっと、ね、増やしてくれると嬉しいな、ね、嬉しいな、嬉しいな、ここで用法出すのずるいな向こう何も強く言えないって動画に残るんだからこういうプランツタグよ、ここも豊富だからマジで、いろんな色あるし、結構この辺も人気だからさ、ないとき全然ないよね。なかったね。いや、ほんとだ、もう何でも揃うよ。何でも揃う。それこそ、俺の盆栽用具の菊輪さんは、これ買ってますから。菊輪さん、マジで行く。ここ俺がお世話になってるコーナーね。菊輪の、菊輪シリーズ。結構持ってるもんね。持ってる。ハサミでしょ？ハサミで、で、これでしょ？で、これを持ってるね。これもあるね。次どれ買う？次ね、これもう決めねえんだこれこのね、枝切りこれ欲しいんだよ、もう決めてんだ、そう決めてんの、もうその格好でこれ欲しいんだよ職人いや絶対次はこれが、もう針金もね、そういっぱいあるのよ、太さがで、地味に嬉しいのはやっぱこれ、この鉢底ネットをね、ロールで巻いてあるやつね、そう、これ切って下に敷くんだけど、すごい使いやすい、こういうの盆栽の人だよ盆栽の人、これも切っ、うん、あのお店で切って、あ、やっぱそうなんですね、そう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 、へえ、使いやすいサイズに、そうそうそう、たくさんは使わないから、そう、それの、これの半分がこっち、あー、なるほど、うん、正直、こっちでもだいぶ持つ、うん、持ちますよね、これ、うん、持つと思います、いいんですよ、このコーナー来てください、キクワ買ってください。月中。ちょっと僕らあんまりちょっとこの辺は全然わかんないんであれなんですけど、この辺も品揃え結構多いんじゃないですか？多い、多いと思います。で、夏なので今その花が少しない状態なんですけど、と春先に植えてもらうと夏暑さに勝てるぐらいの根っこが張るので、買うんだったら3月、4月、5月の春先に買ってもらって夏に向けて植えてほしいです、はい、じゃないとこの暑さに耐えきれなくて枯れてしまう子が多いです。で、これから入ってきてくる子っていうのが暑さにもだいぶ慣れてるんだけれども、ある程度遮光が必要だったりとか根っこが広がるまでは必要かなっていうふうに私は思ってます。またこのクマっていうのも生姜のねの種類なんだ、種類なんですよ。で、花自体がこの中に咲くの、この中に花が咲くの、すごっ、これが花じゃない、ないどんな生存戦略すごい、次から次へと咲くから可愛いんですよ。へえ、もう暑いからあれなんだけど、こんな感じいっぱいありますよね、いっぱいあるのあれだもんね、有吉が水揚げてたの、そうだね有吉やってたよね、来てたよね、オープニングで水揚げてるの、そうそうだよねもうちょい出していただいてますねなんかいつかちょっとこの辺も興味持ってみたいよね、秋の方が今度冬に向けて咲く花がいっぱい、あ、そうなんだ、そうなんです、ちょっとまた改めて教えてくださいよ、はい、お願いします、お願いします、お願いします。じゃあ日清はこの辺で帰りますね。今日は本当急遽来てくれたんで、すいません。ありがとうございました。いろいろ説明をしていただいて。全然です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた、ちょっとまたコラボですよ。コラボするんですよ。そうですね。ここで言っとく、コラボするからみんな。寄せ植えとかね。寄せ植えと盆栽と。盆栽とか。いろいろあるんですよ。OK。はい、一緒に盛り上げていきましょう。お願いします。じゃあこの辺で日清は。ありがとうございました。月中。実は上もあるんですよ。ロフトみたいな。でもこの時期はね、もうほぼ置いてなかったよ、ね。
今置いてる時はどんなの置いたの。冬になるとこれ観葉植物が、あっちに行く。なるほどね。上の方があったかいんだっけ。そうそうそう。あー、だから冬場になるとこういう観葉系が全部上に。そういうことか、あったかいものを上に上げてくるっていう。そうそうそう。意外と俺このコーナー好きでさ、しがらき焼きコーナー毎回ここ寄るもんね。そう、安いのよ、ガンガン鉢底穴開いてるしさ、結構なくなったり増えたり激しいからまあ売れてるってことだね。毎度見てるよね、これこう来て、うん、これ合うかなって思い馳せてる時が楽しいんだよね。楽しいよ、ね、この間買ったグラキリス、うん、いいかな。で、大体プライベートの時はね、ジョボ庄司どう思うとか言ってでも最近ミンゾリーも増えたよね。ミンゾリーね、すげえいっぱいあるよ。今がちょうど葉っぱが出てくるタイミングなのかな。かもね。大体こうやって全部剪定してあるんだよ、うん、でも俺こういうの好きよ、これ。あー、これすごいね。下からも出てきちゃってますね。これすごいな、この植え方。自分で植えてくださいパターンでしょ。自分で植えてくださいパターン。庭になんか植えたら大変なもんだけど、意外とお求めやすくてね、多分、うん、結構こう趣味家の人がシナメラ園芸に持ってきてるとかも結構あるから、うん、アガベとかも結構そういうの持ってきてるやつなんだよ、ね、趣味家のやつ。あそこら辺のもそうじゃない、こういうのとかさ、趣味家さんのやつだね。こう、アガベとか、ここら辺とかもそうなのかな。インスタとかでさ、何年さんで株持ってきてくれましたみたいな出てるから。盆栽もちらっとあるね。この盆栽ね。新箱。面白い。あ、糸井川だ。糸井川。これ新箱。新箱。いいよね。やっぱり伸びてきてるね。これをこうやってやるんだ。まあそうだね、やってもいいと思うし、なんかいいな、これザ・盆栽って感じしない。確かに。もっとバリッと切って肌見せちゃってもいいしね。肌を見せてもいいし。これはそれも心拍。これかっこいいじゃん、このなんつうの、こっち側。ああ、白くするやつね、うん、かっこいいな。これわざと皮剥がして、ここの幹を死なせちゃうんだよ。そうすると発酵化するというか。かっこいいな。これちょっとこう作り直したいでしょ。作り直したい。これがもっとね見えるようにちょっと落としたいね。この辺とも落としたいね。これはやっぱこれより高いですから、うん、これより高いです。これこのクロマスより高い、うん、でかクロマス、より高い。出来上がってるからね。やっぱいいと思うもんね。海外の方人気なのって心拍って。やっぱこういうのかっこいいじゃないですか。なるほどね。いや、これからもっと値段上がるかも。今も買いかもしれない。上がると思う。時間かかるもんね、やっぱね、うん、アガベなんかと全然違うぐらい時間かかるからさ。多分このサイズでも多分15年ぐらいかかってると思うんですよ。マジか。15年ぐらいすると思う。俺もこれでよりもうちょっと大きい心拍あるんだけど、それが30年とかだった。どのぐらいのサイズ。どのぐらい。ペットボトル 1.5 本分ぐらいの高さ。で15年30年30年やば。ほぼ同い年よ。ほぼ同い年すごいね。あとなんて言っても島村インゲーさん、これトイレなんですけど、マジトイレ綺麗なんで、ぜひ来た方はトイレ行ってください。これ嬉しいよね。もうやっぱ園芸店こう外にあるこのビニールハウスタイプってさ、もうほんとよくあるの簡易トイレみたいなさ、なんつうの、
ホットメイド、仮設トイレみたいな。もう島村園芸さんはトイレもうすっごい綺麗なんで、そこら辺の公園のトイレが綺麗。いやいやもう全部めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗。なんか床に泥とかないもん、うん、あと島村園芸さんあの洗面台も売ってるもんねこれも売ってんのかな売ってるんじゃん。中野屋さんで設置できるやってくれたのかな向こうの中村さんが設置してくれたんでしょ。そうそうだったの。これなかったもんね最初はね。いつかなんかできて出るか、通してる。手洗いしていいのかな。手洗いしていいのかな。いいんじゃない月中意外とこっちもねちょっとなんかドライガーデンに使えそうなやつ多いんだよね。うん、あんまこっちまで来ないもんね。あんま来ないんだよ。俺初めてかも。ユーカリとかさ、オリーブとかさ、これ何？日本ユーカリ。これロストラータとかさ、香水味とか。この辺も実際多分売ってるんだと思うんですよ。このヤシも？ヤシも。抜いてくれるかわかんない。でも言ったら抜いてくれそうだよね。買いますこれ。あ、これ、これからこれ売ってんだ。コスヤシ、うん、すごいなすごいね。結構奥とか行くとさ意外とあるんだ。もうちょっとロストラートなかった。ちょっとなくなってる気がするんだけど、ここら辺に置いてあった。うん、売れ筋商品なんだね。ねえ、ここはあの最近これ入り口の方にちょっとまた戻ってきたんですけど、ここら辺最近抜きないで売ってやつ、まあ今ちょっと過ぎさして売ってるけど、ユッカ、フィリフェラ、こっちロストだ、ロストラータ、ちょいデカロストって言ってるから、ソテツとかね。出ました、ソテツ。オートメ安くていいよね。2,3,000 円で買えるからさ。あ、そうですよ。ソテツ。すごい多いの。多くないんですよ。ねえ。あとデッキや。綺麗だな、なんかデッキや。これ綺麗じゃないのに、ね。これ。のすごいこのブリキがの髪の毛みたいな。ハチなんだ。イッキャの名前難しいんだよね。読めません。読めません。なんかイッキャって全然違うよね。全部名前分かれてんのかな。確かに。だってこれすごくないなんか。白いね。白い。もっと白いの。書いてあるけど。わかんねえ。全然違う。これ全然違うよね。逆にこれはさ、なんか、白みがないね。そう、トリコールみたいなのが少ない。これなんだよ。全然違うよ。ドライガーデンに弱ってさ。これかっこいい。赤好きね。かっこいい。本当に飽きないね。楽しいよ。飽きない。もうなんだかんだ2時間ぐらいいます。本当に本当に。やっぱなんででも入り口のねこの植物。愛好家たちのシールたちが我々こう特等席をいただいております。一番幅広く使ってる ね、いいよね。この島村園芸で人生を学びましたもう晴れなくなってきちゃったね。あ、新しい。もともとこれがそっちだった。そう、もともとそっちだったよ。晴れるじゃん。晴れるね。晴る場所みたいになっちゃった一応島村園芸さんあの交通系もいけるし、 ID 7個ワンもうほぼいけます。支払い方法多いのはいいよね。やっぱり大事だよ。現金だけとかになっちゃうとさちょっとってなっちゃうじゃん。そこはやっぱさすがですよ。月中もうエンディングしちゃうの？帰っちゃうの？いやもう結構取り寄せ1時間半ぐらい。初めての職業体験はどうでした？いやちょっともっと急いで運ばなきゃなと思いました。そうですね、はい、両手でね、男の子は特にね、両手でね。あれっちこってできないよね。すごいよ、はい、今ね、島村駅あのアルバイトパート募集してます。あ、今募集募集してます。
そうなんですね。はい、なかなか人手不足で困っております。いやちょっと正社員は、あ、1名募集してます。はい。いやどこかな。どんな人にしてほしいとかあるんですか。やっぱ元気な人がいいじゃないですか。そうですね、明るくてね。明るくて元気な人が、はい、で、あと植物が好きな人、うん、そう関係ないの。いや、植物が好きな人がいい。山がいいんだ。あー、なるほどね。働こうかな。あとイケメン。あとイケメン。そうそうそう。ぜひアルバイト応募してみてください。募集してます。いや、やっぱ芝村園芸は楽しいっすね。そうですね、最高っすね。あのオールシーズン楽しいですね。いや、そうっすよね。この時期やっぱいっぱいこう、アガベとかこういうの多いけど、やっぱ秋とかは花がこう、はい、うん、あります。母の日になるともう、こう今度母の日バージョンに変わりますから。ポインセチアが、そう、そうね、ポインセチアがすごい並んだけど、一年を通して遊びに来てください。どのシーズン来てもじゃあ楽しめるということで、うん、ぜひ皆さん、埼玉、越谷、島村園芸に、いやもうこれは来る価値ありですよね。飛行機だったり、新幹線だったりでもぜひ遊びに来てください、はい、この動画が良ければ高評価、いやいや、ちょっと待って、ね、急にはい、この動画良ければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次回の月中ファーム園芸バージョンもお楽しみに。ではまた。